ベルリンの博物館、美術館は、ドイツの首都にある有名な文化財を指す。国、州、地方自治体が所有し、公共の社団や財団によって運営されている。ミュージアムの中心は、ミッテ地区の博物館島、ベルリン・ティー・アガルテンの文化フォーラム、ベルリン・ダーレムとベルリン・シャルロッテンブルクのミュージアムセンターにある。合計で、ベルリンには175以上の博物館、 美術館が存在しており、その来場者数は近年増加傾向にある。2006年には1200万人以上であり、1994年時点よりも2倍に増加している。2008年、ミュージアム記念碑への訪問者数は2007年よりも4.2%減少したものの、しかし記念碑への訪問者数は依然として高い。例えば、展覧会。 恐怖政治の見取り図、ヨーロッパにおけるユダヤ人殺害のモニュメント、ベルリンの壁などへの訪問者は多い。17つのベルリン国立ミュージアム、ベルリン市立、ミュージアム財団が持つ5つのミュージアムの他にも、ベルリン東部の郷土資料館のようなたくさんのミュージアムがある。ドイツ再統一によって、ベルリンの街でも長い間要求されていたが決着のつかなかった、組織改変が、 徹底的に行われた。かなりの私立ミュージアムも、ベルリンが世界でも突出したミュージアムスポットとして通用することに一役買っている。棒で博物館博物館島の航空写真、シュプレー川とクプファーグラーベンの間にある博物館島は、古代の寺院建築に影響を受けた古典主義スタイルの中で、1822年にカルル・フリードリヒ・シンケルが設計した。 1830年以降、ルストガルテンに旧博物館が1843年から1855年の間に新博物館が1897年から1904年に、カイザーアイコールフリードリヒ博物館が1907年から1930年の間に、西南アジア博物館、ベルリン、古典古代コレクション。 ドイツ美術館を統合したペルガモン博物館が建設された。1880年から1905年に在職した総支配人、リヒャルト・シェーネ。1905年から1920年までは後継者のビルヘルム・フォン・ボーデのもとで王室コレクションが1918年以降はベルリン国立ミュージアムが世界に認知された。ボーデ博物館の絵画館は ロンドンナショナルギャラリーと並んで古代以降の絵画史の最も重要で体系的なコレクションとして知られており彫刻コレクションとビザンティン美術館も同様の水準にある古代コレクションには名前の由来であるペルガモン時代の貴重な財宝ペルガモンのゼウスやアテネへの奉納品紀元後165年頃に建てられたミレトスの市場門などが所蔵されている その他にも、貴重なギリシア・ローマ時代の彫刻がある。西南アジア博物館には、新バビロニア建築の印象的な文化遺産、バビロニア市上核の石モ門、ネブカドネザル2世時代のオブジェなどが所蔵されている。イスラム美術館での最も重要な作品は、ムシャッタ宮殿のファサードである。博物館島の建造物群は、1999年に、 ユネスコの世界遺産に登録された。ホロコースト記念ヒベルリンの壁記念広場での、壁跡地球東ドイツ博物館での旧、東ドイツ時代の住居の再現ドイツ、歴史博物館の外観ユダヤ博物館の、外観ブリッツ宮殿の外観出版ダウ城塞の、縄文宮殿、城塞博物館郷土資料館その他旧博物館の、外観新博物館の外観ペルガモン博物館、 正面旧国立ギャラリーの外観絵画館の外観ハンブルク駅現代美術館内部、シャルロッテンブルク宮殿の外観プロイセン文化保存財団の参加で17のベルリン国立ミュージアム、ベルリン楽器博物館、国立音楽研究所が運営されている。ベルリン市立ミュージアム財団はベルリンの文化、歴史を展示する地方ミュージアムとして5つのミュージアムを運営している。 自然博物館の外観ベルリンギャラリーの外観、リーバーマンテイの外観バウハウス、アーカイブ植物庭園と植物学博物館ドイツ、技術博物館ベルリンマルツーン風車、森大街記念館フランス大聖堂。ありがとうございます。